かゆいかゆい名刺じゃなくなってるゆうあったよ。どこだゆうあるよ。どこにある。俺の名刺じゃないんだよ。ゆうちゃん早かったの。早かったんだ切り上げるの。あ、まだやんないと。かつて勝手にゆとり世代と名付けられた僕ら。もう一回やるか。ゆとりチューブですが何か。さあ始まりました、ゆとりチューブですが何か。坂間正和役の岡田雅樹です。山地和人役の松坂桃李です。市上真理部役柳楽優弥です。さて今回は何をやるんでしょうか。何やるんですか。はい、おカンペというかあると。カンペ、今回のお題はゆとり3本勝負。3人で協力して3つのゲームに挑戦します。全てクリアできたらゆとりチューブですが何かをご覧のゆとりファンの皆様に抽選で豪華賞品をプレゼントします。何なんでしょうかね。そして人生に押し寄せる荒波のように次々とお題が出されますので、成功しても失敗しても挑戦を続けて頑張る本作のテーマのようにもがきながら頑張ってくださいとのことでございます。なるほど、テーマにね、あの本編に沿った企画ですね。もがきにもがきまくってます。はい、そうですよ。頑張りましょう。いい企画です、はい、いい企画です、うん、そうね、皆さんのためにもね、頑張りましょうね。はい、はい、それでは、僕たち3人で協力してクリアを目指しましょう。最後、ゆとりで終わればいいってことですね。あ、ゆとりで終わる。はい、で僕はゆとりのリからスタートですか。あ、ゆとり何か、で何か、リンゴでいいんじゃないですか。でもさ、もうさ、あれ書いてあるか。あれなしです。レートしてたので。レです。いやでも俺でもリが来たらリンゴって言っちゃうよ。ダメです。ダメなの。リンゴ以外の3文字で俺一回それじゃないのでやって一回。そう、じゃあ行きます。どうしよう。はい、よーい、ゆとりリンス。お、スイス。スルメ。メダカ。かゆい。かゆい。かゆい。ゆだよ。いつも。ちょっと待って。もう名刺じゃなくなってる。待って。これむずく。むずいっすね。難しいな。ゆが出なきゃいけない。そうですね。もう一回ぐらい。ゆを出せばいいんだよね。はい、もう一回いくか。はい。ゆとり、り、りんご、ゴリラ、ラ、ラーユ、おお、ゆ、ゆ、ゆとり、あー、できたー、イエーイ、イエーイ、いや、めっちゃ簡単だった、2回目はね、2回目めっちゃ簡単だった。コツをつかんだね。コツをつかんだかもしれない。続いてのゲームなんですけども、はい、ゆとりにかけてゆとりゲームをしていただきます。はい、はい、湯を取るゲームになります。湯を取るゲーム、はい、はい、いきます。よーい、スタート。はい、やっちゃ、え、あったー。おおえ、どういうこと。はい、漢字の U を探して。ゆうちゃんは俺は漢字の U を探すの。 U あったよ、 U あったよ。どこだ。 U あるよ。どこにある。俺の U がないんだよ。俺の U がないんだよ。教えてくれ。待って、どこだ。俺の待て、 U がないよ。あった、待って。危ねえ。わからないもんだね。わからないもん。そんなわからないもんか。桃李さん早く。早かった。たまたまパッて見た。本当？知ってたわけじゃない。知ってたないか。たまたま振り返った目線に湯があったのよ。いや、すごい。動体視力だ。なんか桃李さんのだけ見つけやすいところになんか。すっごい分かったのよ、ここに。へえって。あ、すごい。振り返った時にさ。本当だね。あ、なるほどね。あれって思った。ゆうちゃんのね、すぐ分かったけど。おお。場所大事なんですね。場所大事だね。いや、だけど見つけた。見つけた。よーし、よーし。縦一列に並んでいただいて、カメラの前で告知文を1分以内でリレー形式に読み上げていただく。これゆうちゃん緊張するんですか。いやもうすごいします。ちなみにそれは、はい、あ、1分。1分でこれを言わなければいけない。はい、いきます。3、2、
2016年に放送されていたドラマゆとりですが何かが心にゆとりなんて忘れつつある超多忙な令和の時代に満を持して映画化、映画のタイトルはゆとりですが何かインターナショナル、かつて勝手にゆとり世代と名付けられた僕ら演じるゆとり世代第一世代の3人組が時代を超えても仕事に家族に恋に、友情に大奮闘します。あれいいよいいよ、そこまで俺ゆうちゃんだ、ゆうちゃんだ、ゆうちゃん早かったよ、早かったんだ切り上げるの、あまだやんないと、かつて勝手にゆとり世代と名付けられた僕らもう一回やるか、もう一回やるか、さすがに無理か、さすがに無理、ごめんごめん。2016年に放送されていたドラマゆとりですか何かが心にゆとりなんて忘れつつある超多忙な令和の時代に満を持して映画化、映画のタイトルはゆとりですか何かインターナショナル、かつて勝手にゆとり世代と名付けられた僕ら演じるゆとり第一世代の3人組が時代を超えても仕事に恋人に恋に友情に大奮闘します。岡田演じる、まあ、佐賀間正和は家業の酒間酒造を継ぐも、契約寸前打ち切り、妻の茜ちゃんとの夫婦の仲もいまいち、僕演じる山地勝豊は未だかつて、女性経験ゼロ、そして柳楽優ちゃん演じる道上まるは中国での事業に失敗し何一攫千金を企んでいる、人生山あり谷ありゆとりなし、新時代の波が押し寄せるのがアップデートしていくゆとり3人組、世代を超え国境も超える喜怒哀楽渦巻く予想とのドラマ人間ドラマが開幕、工藤官九郎さん脚本、水田信夫監督の最強タッグから全てのセレンティスタイルノンストップ新世代を呼ぶゆとりですじゃないインターナショナル10月13日全国公開、ぜひ劇場でゆとり3人組のゆとりワールドをお楽しみください。お楽しみください。おいちょっと待って、ちょっと待って、俺さ、多くなかった多いよ、通りさんさ、うん、途中で言ってなかったし、言ってた言ってた、めちゃめちゃ言ったよ。ゆとり3本勝負、ゆとり3本勝負、はい、結果は3連勝ということで、視聴者に抽選で豪華商品をプレゼントします。プレゼントへの応募方法は映画ゆとりですが何か公式 SNS をご覧ください。挑戦してみてどうでしたか。楽しかった楽しかったですね。こんな早口で宣伝することないから、ないね、普通は成立しないからね、はい、ちゃんと言えてたか、意外と入ってくるとかっていうことあるかもしれない、確かに確かに聞こうとするかもしれないし、うん、3人でやると楽しいね、楽しかったですね、確かにね、でちゃんとクリアもできたし ね、ちゃんと最終的に ね、視聴者の皆さんに豪華プレゼントが、うん、よーしかかるんで、どうぞ皆様受け取ってください。以上ゆとりチューブですが何かでした。バイバーイ、 バイバーイ。いきますか。はいはい、ちょっと待って、久々なんだけど、イストリーゲーム本気でやろうか。いや本気でしょ、本気でやるよ、本気で一言、この映画の一言むずいってカルマだろ。はい、お願いします、はい。俺も座ってる、俺は座っているでしょこれ。どうも、いや面積だ、俺だ、面積だ、そうだね、よし、森くん、はい、はい、はい、やばすぎ、やばすぎ、なんて言った、やばすぎ、やばすぎ、いや、いい一言だな。ぜひ劇場でゆとりですが何かインターナショナルをご覧ください。おっさん、ペルシャ猫と戯れるが200万回。おっさん、おっさんとすれ違うが何も起こらずが700万回。ぬるいな。どうせ、惰性で生きてる連中が惰性で見てる。あらゆる世代に捧ぐ90秒で分かって、初めてでも 100% 楽しめる。ゆとりですが何かとは何か。当時話題沸騰し、社会現象にもなった伝説のドラマが映画化。忘れました。かつて、ゆとりと呼ばれた3人、正和は実家の酒場酒造が存続の危機、新商品開発に立ち上がる。なんだろう、妻の茜とは倦怠期を迎えていた。余裕、未だ女性経験ゼロの山路には海外からの転校生と教育実習生が現れ、新たな恋の予感も。よろしくお願いします。中国での事業に失敗したマリブは酒場酒造で働くことに、しかし何やら一攫千金を狙って。どんだけ。働き方改革、コンプライアンスなど新時代の波が押し寄せる。アップデートしなきゃダメだよな。あ、元カノじゃねえ、知らねえ、そんな女。若者がおっさんより偉いのは日本だけなんだ。なぜか坂間家は人気 YouTuber に。中国で一番有名な日本人家族なんだって。私生活さらされて恥かいて。世界中どこに出したって恥ずかしくないよ。見ればいいし笑えばいい。これが坂間家だから。
喜怒哀楽ノンストップ人生山あり谷ありゆとりなし時代は変わった彼らはどうだ付き合ってみたら一人一人はいいやつなんですけどねとにかくゆとりねマッチタイマーいいね Z 世代ゆとりですが何がインターナショナル大事なデートなんでしょうなんで私がリモートで参加してるんですか